今回は人生の暇つぶしに、ペンティアム4を、動かしてみます。軽い気持ちで、動かすので、軽く動画を視聴してください。どこにでもある、NEC です。日本中にゴロゴロしてます。NEC といえば、そう、メイト。みんな大好き、メイト。ハードオフにゴロゴロしてる、メイト。おっさんが好きなのはメイド。いつか行くのはメイド。これは、メイト。型番は、MY28VLE です。今から、18年前の、2004年5月発売です。初期の OS は Windows XP です。3年のパーツ保証付きです。CD ドライブです。時代的に DVD があってもいいような。フロッピーディスクドライブです。もう、1枚もフロッピーディスクが家にありません。動作確認ができません。残念です。モノラルスピーカー内蔵です。システムのアラームを通知することを考慮して実装しております。まずは、開封からです。オープン。どこにでもある、スリム型の中身です。ペンティアム4は2000年11月に第1世代が発売されました。ミレニアムベビーです。混沌とした、世紀末2000年です。ちなみに、新世紀は2001年からです。今の若い子は知らないと思いますが、世紀末といえば、1999年7の月、人類滅亡の日を乗り切ったり、世紀末に生息するモヒカン頭やスキンヘッドのお兄さんたちが、キャッハーしてたり、荒廃した世界を恐怖と暴力で制圧した暴君世紀末覇者剣王がいたり、西村博之こと博之が、1999年5月にアメゾーの避難所として2チャンネルを開設したり、2000年問題が来るからと騙されて、ペンティアム3を買ったり、何でもありの時代でした。などなど99年には色々ありましたが、2000年は記憶にない、プレステ2の発売と、2000円札発行、くらいか?なんや、かんや、思い出話をするおっさんは、ただの老害です。うざいと子供に言われます。分解してますが、この、エアクッション型揚陸艇みたいなやつが CPU クーラーです。どっからどう見ても、L キャックです。CPU グリスが固形化してます。何年か前にハードオフで購入して、一回だけ起動後に、倉庫で放置プレイを、してたので、状態が不安でしたが、問題はなさそうです。積みプラ、積みゲー、感覚で、ジャンクパソコンが増える、倉庫が、積みパソでいっぱい、どうも、貧乏倒産です。CPU を確認してみます。製品の開発コードメイプレスコット、2004年1月1日にリリースされた、第3世代のペンティアム4です。ソケット478番、2.8GHz、GDP84W、おとなしい娘です。ホコリもほぼなし、コンデンサーの膨れもなし、することがない、メモリは DDR400 を2枚で 2GB に交換済みだし、CMOS 電池の交換くらいか?電池を交換したので、グリスを塗り、CPU クーラーを取り付けます。このファン無駄に5ピンもあり、別々にファンを制御してます。そこまでしないと、冷やせないのか?SSD を繋げようと思ったら、SATA がない。正確には穴はあるがコネクターがない。IDE HDD なんて動作するのがない。困ったので、家から徒歩0秒の Amazon へ GO。SATA の SSD や HDD を IDE に接続するやつです。お値段1000円くらいでした。マザーボードから出た40ピンキシメント、電源から出たペリフェラル4ピンを繋げます。反対側に SATA の SSD や HDD を繋げます。これだけで、認識します。需要は少ないですけど、便利です。チャンファーが入ってましたが説明書がありません。ショートでマスター、オープンでスレイブです。マスターやスレイブを知らない人はググってね。ググってもややこしいですけどね。1台だけならどちらの設定でも動作は可能なはずです。マスターとスレイブが差別的なので、近年では言い方が少し変わってます。硬い。コネクターが硬い。基板が折れそうになるくらい硬い。次に外すのが面倒なくらい硬い。完成です。Amazon でついでに、VGA-HDMI 変換アダプターも買いました。こちらも1000円くらいの安いやつ。USB 給電が必要ですが、映像と音声が HDMI で送れます。VGA がないモニターには便利です。つなげてみます。普通に入ります。VGA も USB もオーディオも普通です。HDMI も普通です。普通に問題なし。問題なく BIOS に入れました。つまらないくらい普通です。CPU もメモリも SSD も問題なし。つまらないです。つまらないので、Windows XP ではなく、久しぶりに、Windows 7を入れました。もっさりを通り越した、のそのそと動いてます。こんなに重い OS だったかな?いや違うパソコンのスペックが低いのか。CPU もメモリも問題なし、32bit で動かしてます。グ
グラフィックが弱い、弱すぎる、ですよねー。知ってた。Windows に飽きたので、MX Linux です。32bit 版です。F2 で言語が変更できます。サクッと入れます。アップグレードしてますが、長い、ひたすら長い。CPU がずっと 100%。熱々じゃないか心配です。熱い、爆熱 CPU クーラーの横でチップセットを冷やす、クレイジーです。熱い、電源も熱い、当たり前です。メモリは程よく温かい。注意書きがありました。高温なので直接手で触れないでください。特殊な訓練をしてない人は、ご注意ください。日本語フォントの追加ですが、64bit 版と一緒ですね。長いインストールの始まりです。ブラウザーの追加ですが、Chrome がない、Chromium はある、32bit だからか、Opera も嫌いではないが、Firefox で我慢します。ネット検索をしてみます。おっさんのチャンネルが、検索したら出てくる、不思議な感じがします。早い、早くね、予想より早い。17年前なら、100%してる、現代なら、ひでる。Twitter やってます。暇な人は登録をお願いします。収益化してない収益は3677円に増えました。頑張ります。YouTube を見てみます。画質は荒いです。グラフィック性能 1.0 なので、初めっから期待してません。こんなもんです。グラボを積めばなんとかなりそうですが、AGP のスロットがない、PCI 接続のグラボなんて持ってない、接続しても、古い電源に鞭を打ったら、電源が燃える、誰が燃やしたか言いませんけど、電源が燃える、マルコゾーンみたいに電源が燃える。小窓で見る分には、問題ないです。前面スピーカーですが、こんな感じです。音質の問題より、ファンがうるさい。文字を入力してみます。問題なく入力できます。どうでもいい話ですが、MX Linux が最近お気に入りです。64bit 版と 32bit 版もあり、使いやすいです。ディストロボッチで1位の理由が分かった気がします。Windows の代替品を探しているが、Linux アレルギー、そんな人でも安心して、乗り換えれる。それが、MX Linux です。と、言っても、Linux を知らない。一般人からしたら、ハードルが高すぎる。何をしたら、Linux ユーザーは増えるのだろうか?と、20年前から Linux を陰から、心配してます。心配するだけで何もしてませんけどね。次。ゲームがありました。単純なゲームは面白い。ひたすら、ブロックを消すだけなのに、面白い。ファミコン世代だからか?単純で面白いゲームこそ、最強。時間が何歩でも、過ぎていく。気がつくと1時間。時間泥棒ゲームです。次。今回は倉庫に眠る、Pentium 4を、軽く動かしてみましたが、いかがだったでしょうか ?32bit 時代のパソコンでも、OS 次第では動きます。ネットや YouTube 視聴は、少し難しいですが、文字を打つくらいなら、問題なしです。文字を打つだけのパソコンなんて、いらねえと思う人も多いと思いますが、おっさんもいらねえと思います。おっさんのゴールはそこではない。基盤を眺めて癒されて、分解に癒されて、実際に起動して癒されて、パソコンに癒しを求める、変態です。今回は小道具をいろいろ買いましたが、おっさんは癖が強い小道具が特に好物です。変わった小道具が増える、ジャンカーあるあるです。今回は以上です。基盤ペチの人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。バイバイ。